デダロは、スペイン海軍の航空母艦。元は、インディペンデンス級航空母艦のカボットである。艦名のデディロとは、ギリシア神話のダイダロスを表すスペイン語である。木製艦板ながら、世界初のハリアーを運用した、航空母艦。ハリアーを搭載したデダロ。s a 3シーキングを乗せた、デダロ1988年に取られた、デダロ12年間も、 アメリカでモスボール化されていたカボットを1967年にアメリカから5年の予定で対応され対戦空母として運用された。1972年11月8日、世界で初めてファリアーの搭載試験に成功した。対応は1972年に売却に変更された。1972年の試験後、デダロのオーバーホール時に、 AV-8S マタドールを注文し、配備が決定された。垂直着陸時のハリアーの加工気流が、木製甲板に損害を与えたため、保護金属被服を飛行甲板後半に設置。第一陣の6機の AV-8S 丹崎と2機のトブ -8S の福崎は1976年にスペインに到着。 第二陣の AV-8S4 機は1980年に到着。ハリアーを搭載する他の空母と異なり、ストブルを補助するスキージャンプ台は作られなかった。その代わりハリアーの最大離陸重量を制限した。通常は対戦を担う4機の懲戒ヘリコプター SA1-3、電子戦を兼務する4機の AB-204、AB-212、AB そしてさらに1グループのヘリコプターとハリアーの4グループからなる航空機を搭載しており、最大では7グループまでの搭載が可能となっていた。配備期間を通してデダローは30万マイル、1650日の航海を記録し3万の離着陸を記録した。事故により1機の AV-8A と3機のヘリコプター AB-212 アスダブルを失った。 プリンシペデアストリアスの収益まで、スペイン海軍の機関を務め、1989年8月に除籍された。その後、博物艦船への転換を目的とするアメリカの民間団体へ無償で譲渡されたが、目的を果たすことなく解体された。ありがとうございます。